おっチャンネルです、はい、どうも今日は、はい、ローリエ月桂樹の、はい、何葉っぱを何すると言えばいいんだ乾燥させるということで、調味料を作りたいと思います。香辛料、ね、まあそんなやつだな。アンド可能であれば挿し木にも挑戦するということで、うん、やります。これあの今日もうワンセット買ってさ、うん、図画にの先生に賄賂として送っといたからさ、え？あ、図あの図画にの先生からあのローリエ月桂樹の葉いるかっていうからいるって言ったらこんなにたくさん来ちゃった。俺は挿し木用の木を切ります。ねえ、うん、あ、本当だ、もうすごいいい香りするよ。あの、あれだよね、ビーフシチューとかさ、うん、ああいう肉の煮込み系によく入れるよね。肉のね、ポトフとかね、うんうんうん、葉を取って、綺麗なやつだけ選んで、そして洗ってから、乾燥させるという段取りだね。そんな細いとこでいいんだね。わかんないから、ちょっとわかんないんだよ。元気そうです。これとかいいかな。これとかこれとかさ。これ？うん、優しくね。これでいこうか。うん、いいんじゃない？うん、この根っこが出やすい薬品みたいなやつを塗って、うん、で、植木鉢にしばらく置いておくと、うん、もう相当綺麗なやつでいい、うん、もう内職園も昔から好きだよね、そういう作業ね、うんうん、今待ったよ今。ローリエ洗浄。これのために買ってきたよ。これもううち4代目ぐらいじゃない、買ったの。のどかな風景。ちょ、大丈夫？ちょ、はい、ぶち、はい、ここに置いて、はい、食べれるこれ、食べてみて、どう？出てる？うん、硬い。いっぱいこぼしたけど、うん、食うな、はい、あ、かわいそうかわいそうじゃない、それちょっとなんか直してあげたら大丈夫だ、取れるよ、虐待で、うん、はい、ローリエは食べれるようです。切るか、ふかふかやで、ふかふか、うん、はい、もうちょっと
どうぞ。はい。パン来てる土。うん、うん。まあ大丈夫で、これで。2-3センチって言ってるこれ。2-3センチ。2-3センチだったらトマト。でかすぎんだよこれかな。うん、そもそもが。もっとグーって奥まで行っちゃう。入ったらラッキーだなぐらいな、うん、はい、オッケー、うん、ダメだな、なんか完全枯れてるよこれ一応見てみます。根っこ出てない。これはどう？全然出てないね。どうだ、あ、これもダメ、ダメですな、これ。はい、どうぞ。どっちから取った方が楽？どっちでも。あ、いい音してるね。いい感じですか？多分。こんな感じで。うん。すごい。3袋はいく？いいんじゃないかね。はい、じゃあ見せてください。はい、こんな感じです。これがこの間のあの大きな木からいいやつだけ取ったですね。こんな気になりました。はい、え、今から、おお、カレーシチュー用のお肉、はい、朝日屋の、はい、ローリエを使いたくてこの料理にしました、うん、まだ入れないの？うん、ローリエ、これは今下茹で、うん、うん、そして、あ、そ、おー、え、何、急にチャビがないと、例のローリエ入りのポトフ、これです。か、あ、こもる、曇って取れない完成。肉の旨味はわかるけど、うん、ロリロン、うん、香りするよ、すごい。あ、そう、いただきます。うん、いい香りする、すごいね、うん、もうわかんないよ、わかんない、うん、うまい、うん、なら良かったですが、